おい、最高到達点で勝負だ。望むところですよ影山くん。何かかけてもいいんですよ。カレーマン3個。どこがだ。俺の方が1ミリ多く伸びた。行きます。君に全日本ユース強化合宿の招集がかかりました。すげー。王様がそこまで残れるかは分かんないでしょ。バーサス世界ですよ。スケール違うわ。やめてください。ただ先方からも行くべきでしょう。先に行くぜ。やっと着いた。カラスの高校配球部。赤俊君倒したとこかよ。こいつを間近で見れる。カラスの高校1年影山飛雄セッターです。よろしくお願いします。やべえ、ワクワクしてきた。すげえ。集合。やべえ、癖でつい。すみません。夏合宿の時から近寄りがたかったけど、何を考えてんのやら。ああ、まあ止めてました。日向のあれはほぼレシーブか。イメージより普通だなって思ったんで。ビビった。全国3本指に普通とか言うから。まだ普通に見えるって言ったんだ。参考になります。ああ、もうお前にはついていかない。鎖の王様に逆戻りだね。3年になったら出てくるのかなと思ってたら全然出てこないままで。天才か。天才の定義がよくわからんけど。調子がいい。周りのうまさに引っ張られる。うめえな。バレーボールは楽しいと思ってもらいたい。ナイスキー。チームに戻ってからあれってならないといいけどな。どうやった？スパイか。お利口さんってどういう意味ですか？間違いなく合宿メンバーの中でもトップクラスの選手だった。お前もっと飛べるぞ。日向影山無事かよ。菅原さんチョース。チョスチッスチッス。お前ら再会早々喧嘩とかしてねえだろうな。床が板じゃなかったっす。コートかよ。うっせえな。もう何回も言われなくても分かってます。何回もなんて言ってねえだろ。手応えいまいち。おい影山、お前ちょっとオープン打て。お前のジャンプはピョピョーンなんだよ。はい。でもすげえジャンプはドンだ。お前は基本ちょろちょろすんのが仕事だから。言い方。足以外どこがあんだボケ。具体的に意識したことねえもん。は？意識してなくても高く飛べてましたってか。クソが。え？なんで俺怒られてんの。
そういうジャンプは。ジャンプが流れてる！もっと星球に体重乗せんだよ！意識すんのとしないのとじゃ大違いだぞ！ちゃんと飛んでますけど。そっか？じゃあ気のせいかな。はい。スパイカーが打ちやすい以上に最高のトスはない。実際それに尽きると思うし。いいか、この半年でさらに磨きがかかった伊達校のブロック、その壁になれろ。日向くんのおとりもあるのに。白鳥座戦よりきつい試合になるかもな。絶対もっと日向に食いついてくると思ったのに。すいません。打ちやすかったけど。今俺はライトからの攻撃を最善と思ったが、デコのブロックに真ん中以外を選ばされた。強さは心地いい。レフト、いい感じだ。邪魔す！